はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。本日はですね、ナースを滞在ダンジョンのテストやった後にあっさり倒した。ヨッキーさん結構強いや。ナースを滞在ダンジョンのですねテストをやった後に久しぶりにクエストモードに移りたいと思いますと、新しいエリアに入ってまだ1回しかプレイしてませんし、はい、次の、ゾーンにもゾーンの体験もしたいですからね。赤き魔人と今対決です。で一番のレベルが高いですからね、さすがに強敵、なかなか死ぬ戦いですね。今空振りです。これ全然有利に立てますね。ヨッキーさん強いや。なんかうち死んでばっかりや。お、これ倒しますね。オッケーです。まあオッケーじゃないんですけどね。死なずに行きたい。まあこのようなアイテムをゲットすることでこの継承アビリティを剥がしてですねパワーアップに使うという話になりますね。まあこの本番はさて置くと、ああこういうのもあるな。尊重クラスランキング地味にクリアしていった方がいいです。なかなか強い、しぶとい。14万ありますからね。なんせやニョキさんすごいや。6万とかダメージ与えちゃうんだから。あ、強っ。ニョッキさん一人になんかかかってるっていう感じはありますね。なんか結構いい武器がありますね。まあそれはさておき、クエストモードですけど、この一番左の白い雪原、降り降り雪原をやっていきたいと思います。
お、村長レベルがアップして最大スタミナも上がりましたね。さてと、前回この凍える散歩道をクリアしたんですよね。なのでさらに違うところに行きたいんですけど、はい、こういう風にアイテムをゲットできるんで食いついとっときましょう。次のエリアはどこだなぁと、どこにあるんだ2面って。お、ここまでか。かなりちょっと歩かされるみたいです。これだ、ニュールコード。ミュールライトと呼ばれる乳白色の宝石が取れることで有名な鉱山であったが、土が凍りついてしまったために採掘がほぼ不可能となってしまった。ミュール坑道までの道も雪崩により崩壊し、瓦解かなこれ、近づく者もいなくなったと。さてと、特に、きつい条件はないです。ベストメンバーで行きたいと思います。ドラマかな？あ、でも、まずは普通にバトルか。ちょっとニョッキーさん一人がなんか、言うだけ、格が違いすぎるというか。これ、クエストモードで拾えるアイテムで、進化とかできるのかな。はい、クリアです。パワーストーンも確保ですね。物語はなさそうですね。で、特に条件もいりませんので、そのまま行きたいと思います。お、なんかコカトリスじゃない。やっぱり石化してきた。戻りました。倒すと石化解除されると。まあ、何もやることがないんで、防御しときましょう。ああ、集団魔法でもあったんだ。どんどん進んでいきます。お、ボスかなこれ。多分ボスですね。これはもう出し惜しみせずに行くしかないです。さあ、強いから一発で倒しちゃう。はい、OK です。これでクリアだな。さあ、新しい場所も現れました。村へ戻りましょう。
のかな。パワーアップやっていってもいいのかなという思いますね。デイリーコンプリートというわけですね。アビリティを強化。いろんな継承アビリティつけられますね。増やせるんだ。あ、同じアイテムだもんな。ボーヤーで行っちゃいましょう。
で武器も売ります。アイテムを手に入れられるみたいですよ。交換していきます。たくさんありますね。6種類あるのか。これもいけますね。かもしますね。はい、というわけで本日は不良に雪原の、また一つのエリアをクリアしました。引き続き村長ランクもまた上がりましたし、引き続き冒険を進めたいと思います。ブログやツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しておりますので、よろしければ見てください。チャンネル登録まだの方、ぜひ登録していただければ幸いです。また、関連動画関連プレイリストを最後の20秒で流しますので、よろしければアクセスしてください。ご視聴ありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。